受けたまわった受けたまわった。なのだ。耐えきれ、引かせてもらう。喜ばしい活躍ぶりだ。この砦で合わせはせんぞ。落ちたわ。引かせていただこう。いいぞ、よくやってくれた。任しとけ、もののふなのだ。ここは引こうか、あるまい。急ぎ敵の退路を立て、尾張のゲス様を生かして返すな。この力逃げられると思うな。また邪魔立てするか。受けてみよう。兄上は、この家康がお守りいたします。家康、何をしている。戦は終わりだ。今川勢から離れろ。いえ、私はここで敵を食い止めます。その間に兄上はお逃げください。なんとか戦場を脱したが、味方の被害も甚大のようだ。これが今川義元の強さ。いずれ必ずその上を行ってやる。敗北条件変更。これで少しはお役に立てたはず。逃がしはせぬ、覚悟せよ。私は天下無双なのか。悪いようにはされない。だとしても家康さんはきっと苦しむことになる。兄様と一緒に戦いたかったはずだもの。
やはりまだ戦を起こすべきではなかったのです。まずは足元を固め、辛抱強く力を蓄えなくては。それを吉本が待ってくれると思うのか。俺は座して滅びを待つなど御免だ。兄上の言うことは正しい。だがこのようなやり方では織田家はいずれ。ったく、とんだ無駄骨だったな。お前ら引き上げるぞ。信長殿、無事でよかった。被害は甚大だ。無事とは言えん。その言葉を聞き安心した。味方が傷ついているのに平然としているような将は信ずるに値しないからな。慰めにもならん言葉だが、助力感謝する。親父殿に伝えてくれ。次は必ず信長が勝つと。受けたまわった。ではまたいずれ。からでございます。親父殿の指示か。そうよ。あなたは噂通りのうつけだった。もう用なしというわけね。お前もそう思うのか。私がどう思うと私の役目は変わらないけど、もう果たせそうにないわね。早く殺して。こうして見ると綺麗な顔をしているな、機長。親父殿に伝えておけ。信長は殺しても死なぬとな。